はい、皆さんこんにちは、タノン治です。今ですね、サッカーの、タイのね、タイリーグ1部の、ムアントンユナイテッドのホームグラウンドのね、なんすったっけ、忘れちゃった のスタジアム来てます。ちょうどですね、インパクトアリーナのすぐ隣にありまして、ちょっとね、寄ってみたら警備員の人が、ああいうを見てていいよっていうことで、中入れましたんで、思いっきり撮影しちゃってます。まあ、こういうところでね、今、札幌にいますよね、チャナティップがね、彼がここで、前プレーしてたホームグラウンドになります。まあ、ちょっとね、古い感じしちゃってますね。ちょっとね、古い感じするんですけど、まあ、芝生はなかなか綺麗にしてるみたいですね。SCG っていうのはサイアムセメントグループですね、の略ですね、タイの会社です。あとはスポンサーどこだ、ヤマハコカ・コーラ、レオビア、あ、レオもそうなんですね、あとシャープか、はい、スポンサーですね。はい、こういうところでですね、はい、そういうことで反対側に来ました。すごい親切な方で、どうぞどうぞってことで見せてもらいました。ね、こんな感じなんですね。まあ、反対側にね、来ました。さっき逆側から撮影したんですけど、どれぐらい入るのかちょっと分かんないですけどね、まあ2万とか入るのかな。はい、こんな感じですね。まあ、正直言うとブリラムの、スタジアムの方が立派立派ですね。まあ、こういった感じでね、いろいろ、スタジアム巡ってみたいと思います。結構ね、タイスタジアム多いんで、なかなか面白いです。意外とって言ったら失礼なんですけど、ちょっとね、設備古い感じはするんですけども、まあ、ありますんでね、何か所か、巡ってみたいと思います。はい、それでね、最後に一応、プレスルーム空いてるかなと思ったんですけど、ちょっと空いてなかったんで、これで終わりにしたいと思います。こんな感じですね、周り。隣がフットサルコートですね。ああ、でもちょっとだいぶ傷んじゃってますね。あんま使ってないでしょうかね。はい、こんな感じです。はい、じゃあここで、はい、じゃあここで切りたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。